ご視聴ありがとうございます。今回は小さな神社なんですが、大きなヒントを得ることができた宮城県本吉郡南三陸町の岩谷神社。ここはこの地域の開闢時、多賀大社から勧請されたということ以外、創建に関わる古い由緒などが不明らしいんです。その訳は、これまでの長い歴史の中、津波、大火、土砂災害などに見舞われたことで、歴史が記されたものが失われてしまったんですね。こちらの御祭神は、イザナギの御事とイザナミの御事、男女二神が祀られているそうです。また、この地には昔城が築かれており、その城主は八幡太郎としても知られる源義家がいますが、その義家の四天王の一人、須藤丹馬。この須藤丹馬の家柄は、鎌倉幕府を築いた源頼朝の乳母を出した家柄でもあるんです。また、庭渡りは、庭と渡る、鬼と渡る、で書かれることもあるそうです。おすすめに上がってくるものが必ずしも新しい動画とは限りませんので、チャンネル登録と通知の方をよろしくお願いします。二渡り神社の二渡りとは、イザナギの御事とイザナミの御事の二神が渡り歩いたというところから来ていたら面白いですよね。この二神は、こと天津神から命じられ、国運用を行い、日本列島を作りました。それから、神運用を行い、様々な神を生み出しましたね。日本人の祖先神とも考えられている。まさに、人の力を超えてますね。鬼は、節分に豆をぶつけられたり、嫌われたり、何も、そんな存在だけではない、という話も過去にしてきましたね。人の力を超えたもの、それも鬼と呼ばれていたんです。だとしたら、鬼は神とも呼ばれていた、ということから、見渡りが鬼が渡ってきた、ということが、神が渡ってきた、ということにつながってきますよね。もしかすると、日本人にとって、鬼という言葉は、想像以上に縁があるものかもしれませんよ。